鉄道ナンバー84表紙は、阪急320系電車と、桜、久保田昭一撮影鉄道は、1929年5月から1938年6月まで、模型電気鉄道研究会模型鉄道社、国際鉄道社から発行された、鉄道趣味雑誌。日本で、初めての鉄道趣味を対象とした雑誌。サイズは、B ご飯。編集長は、 武田弥一郎であった。1929年に大森区荒井宿の資産家で鉄道市民社の平野平四郎の資金援助を得て創刊された。当初は鉄道模型の記事がメインであったが、実物の鉄道の扱いが次第に大きくなった。現在の鉄道市民雑誌とは違い、一般流通機構に載っておらず、発行部数も多くて500部程度で、鉄道模型店と東京、 大阪にあった直営店が主な販売先であった。戦時体制による情勢悪化及びそれに伴う養子統制で発行が困難となり、第10巻105号をもって休館、そのまま廃館となった。武田は東京牛込で生まれ、幼少期より自宅付近を走っていた市内電車牛込駅や飯田町駅の汽車を見て育つ。1928年、 子供の科学主催の展覧会に入選。この頃に模型電気鉄道研究会を設立する。1929年の鉄道総監と同時に牛込区新大川町に模型鉄道車を設立する。太平洋戦争中、埼玉県の大宮に疎開。1954年、鉄道友の会の発起人の一人として設立に参加した。 1959年、胃がんのため54歳で死去。ありがとうございます。